アイテム番号 SCP-548JP。オブジェクトクラスニュートラライズド。特別収容プロトコル SCP-548JP はサイト81、うちの低危険度物品収容ロッカーに収容されています。SCP-548JP を用いた実験の際はセキュリティクリアランス2以上の職員1名の許可を得た上で、実施場所は外壁に防音加工が施されたサイトを81の第3中庭に限定します。また雨天時は速やかに SCP-548JP-A を発生させてください。説明 SCP-548JP は一般で販売されているものと同様のビニール傘です。全体的に細かい傷や汚れなどの経年劣化が見て取れますが、それ以外に外見や構造について特筆すべきものはありません。SCP-548JP 異常性は傘布へ雨滴の接触が持続した時に発生します。雨滴以外の液体、水滴では異常性は発生しません。SCP-548JP の傘布へ滴の接触が持続した際に、その水滴と傘布の接触時に発生する雨音はピアノの音色に変化し、その旋律はショパンの練習曲作品10第3番補聴曲1と一致しますかっこいいか、SCP-548JP を使用している人物を被験者とし、この現象を SCP-548JP-A と表記しますかっことじ、実際に傘布へ水滴が接触し本来の雨音が発生するはずのタイミングと SCP-548JP-A が発生するタイミングには、0.7 秒から2秒ほどのラグが存在し、その間に音の変換、あるいは一致させている楽曲の旋律に合わせているものと推測されます。室内に入る、天候が回復するなどして傘布への敵の接触が中止される、あるいは楽曲を再現できないほど減少した場合、SCP-548JP-A は楽曲の途中であっても終了し、雨音は通常のものに戻ります。SCP-548JP-A が終了した後、傘布へ敵の接触が継続していた場合、SCP-548JP へ向けて口頭で楽曲のリクエストを行うと、要望に即した SCP-548JP-A が発生します。SCP-548JP-A は音響分析の結果、発生する度にわずかながら技術の上達が確認されています。SCP-548JP へ向け演奏の難易度が高い曲をリクエストした場合、SCP-548JP-A は発生しますがその旋律は乱れがちです。しかし、演奏技術が向上するにつれ旋律の乱れは減少し、最終的には完全に原曲の旋律と一致します。また、SCP-548JP-A 終了後、拍手や賛辞の言葉を SCP-548JP へ向けて送った後、SCP-548JP-A のリクエストを行うと、発生する SCP-548JP-A の技術上達率が3倍から5倍に跳ね上がり、加えて SCP-548JP-A を聴取した被験者はその音色に、嬉しそう、楽しそう、といった印象を受けます。反対に SCP-548JP へ向け罵声などを送った場合、次の SCP-548JP-A の音色は乱雑なものとなり、場合によっては SCP-548JP-A の内容のリクエストを無視します。このことから SCP-548JP には自我が存在する可能性があります。SCP-548JP は19、2、県、市で発生した交通事故の現場で発見されました。現場検証時に天候は雨だったために SCP-548JP の異常性が発露、警察に潜入していたエージェントが担当だったため速やかに収容へ至りました。この時、現場に居合わせたヤジ馬の一人が SCP-548JP-A を聞き肯定的な意見を述べた際、SCP-548JP-A の演奏技術が向上しました。当時 SCP-548JP-A を聞いたヤジ馬及び警察関係者には A クラス記憶処理を施しました。SCP-548JP は被害者であった女性かっこ氏名、当時10歳かっことじの持ち物であったこと、当時被害者はピアノのコンクールに向かう道中に事故に遭ったこと、練習曲作品10第3番補聴曲は彼女のコンクールでの課題曲であったことがわかっています。第1次実験記録ファイル548。実験記録548、1、担当者塚原研究員、内容 B。548、12、SCP-548JP へ向け拍手を送った後、練習曲作品10第3番補聴曲をリクエストさせる。
結果発生した SCP-548JP-A の旋律は乱れがちではあったが、音色は、楽しき、なものだった。分析メモうまく演奏できなくても楽しんでいるようです。実験記録548-10、担当者塚原研究員、内容 D-548-12、SCP-548JP へ向けた罵声を5分間浴びせ続けた後、練習曲作品10第3番補聴鏡をリクエストさせる。結果乱雑な音色の SCP-548JP-A が大音量で発生、D-548-10 の鼓膜は破壊された。分析メモ悪意には悪意で返すあたり、人間的な反応が見られます。実験記録548-31、担当者塚原研究員、内容 D-548-31 に、非常に暴力的な歌詞が付けられている曲をリクエストさせる。結果 SCP-548JP-A が発生、後半の音色は軽快なものだった。分析メモジャンルの好き嫌いはないようです。取り扱いに気をつければ危険性はないと思われます。19、追記初期収容されていたサイト周辺に雨が降らず、SCP-548JP の実験が1ヶ月中断されました。その後最初の雨天時に SCP-548JP の実験が再開されましたが、その際 SCP-548JP-A の著しい演奏技術の低下、および SCP-548JP-A に混ざって本来の雨音が確認されました。その後実験を重ねるごとに SCP-548JP-A は以前と同様の演奏技術まで回復し、また通常の雨音は消失しました。また翌年の同時期に雨が降らずに実験が中断、再開された際も同様の現象が見られたことから、SCP-548JP-A の特異性は長期間 SCP-548JP-A が発生されずにいると減衰することがわかりました。このため、SCP-548JP の特異性を保護する目的で収容プロトコルが改定され、後日、SCP-548JP の実験が再開されました。また SCP-548JP は例年安定した雨量を観測してるサイト、81、へ移送されました。雨天の際は毎回 SCP-548JP-A を発生させるとなると、重要度が低いとして実施しなかった実験を行うのもありではないでしょうか。もっとも、重要度が低いので避ける人員は私一人ですが。塚原上級研究員。第二次実験記録ファイル548。実験記録548-42、担当者塚原上級研究員。内容塚原上級研究員が被験者となった状態で、助手が SCP-548JP へ向け、練習曲作品10第3番補聴鏡をリクエストする。結果通常通り SCP-548JP-A が発生、被験者である塚原上級研究員は音色に、嬉しそう、な印象を受けた。分析メモリクエストをするのは被験者自身でなくても良いことがわかりました。また、私一人で実験を行っている時よりも SCP-548JP-A の音色に活発的な印象を受けたため、次回から、助手を実験に参加させ、両者の違いによる比較実験も視野に進めていきます。実験記録548-66。担当者、助手、内容 SCP-548JP へ向け賛辞と拍手を送った後、練習曲作品10第3番補聴鏡、モーツァルトの、キラキラ星変奏曲、を続けてリクエストする。結果 SCP-548JP-A が連続して発生、終始音色は、楽しそう、なものだった。分析メモリクエストは複数でも問題ないようです。実験記録548-106、担当者塚原上級研究員、内容、博士、塚原上級研究員、研究員、エージェント、の4名による拍手と賛辞の後、ベートーベンの、交響曲第5番破綻調作品67、にをリクエストする。結果これまでとは飛躍的に演奏技術が向上した SCP-548JP-A が発生、音色は終始、楽しき、であった。分析メモ一度に複数の人間に賛辞を受けると成長速度が飛躍的に向上するようです。2000年、月、日追記日本列島を覆った大寒波の影響で3ヶ月間雨が降らず、その結果 SCP-548JP-A の演奏技術は著しく低下し、
もはや楽曲の旋律を再現できないほどの通常の雨音が確認されました。SCP-548JP の特異性を保護するため、2000年月日、サイト81のグラウンドに特設した屋外ステージに D クラスを中心として200名ほどの職員を集め、SCP-548JP-A を発生させる試みが行われました。なお、D クラス職員には不用意な発言を行う可能性を考慮し、マスク型の猿グツワを装着させ拍手のみ行わせました。第3次実験記録ファイル548。実験記録548-107。担当者塚原博士、内容役、名の財団職員が聴取する中で SCP-548JP へ向け、ビゼイの、カルメン前奏曲、リストの、パガニーニによる大練習曲第3番 A と短調。モーツァルトの、ピアノソナタ第11番第3楽章をリクエストし、SCP-548JP-A が終了するたびに拍手と賛辞を送る。結果、ピアノソナタ第11番第3楽章の演奏を経て、SCP-548JP-A の演奏技術は極めて高まったと認められた。音色は終始、楽しそう、嬉しそう、なものだった。その後、SCP-548JP は SCP-548JP-A のリクエストに応えずおよそ10分間の沈黙の後、練習曲作品10第3番補聴調の SCP-548JP-A が発生しました。その音色からは、満足感のようなものが感じられたと、その場にいた職員すべてが報告しています。SCP-548JP-A 終了後、SCP-548JP は唐突に、巨大な何かが衝突した、ように跳ね飛びました。その結果、SCP-548JP は石突きが粉砕、中棒と骨組み3本が骨折するなどの損傷を受けました。特に傘布へのダメージがひどく、また表面には大型車のタイヤ痕が浮かび上がっていました。被験者として SCP-548JP の近くにいた塚原博士が即座に SCP-548JP を回収、検証の後に損傷箇所の修復を行いましたが、SCP-548JP-A は再生されず、特異性が失われたものとされ後日オブジェクトクラスがニュートラライズドに変更されました。